蒲田焼の皆様、こんにちは。私斉藤理恵さんを応援をしております、市井さやかと申します。私市井さやかは2年前参議院選挙に挑戦をいたしました。政治を志したきっかけは、子育てをしていく上で本当に大変なことがたくさんある、それは全部私のせいなんじゃないのか、お母さんのせいなんじゃないのか、そういった疑問を抱き、何かを変えるためには政治の力が必要だ、そう思い政治の世界に志をいたしました。中で子育てをしている家庭は皆さん本当に大変なご苦労をされているかと思います。私もその一人です。学校が一斉休暇となりました。子どもたちの学べる環境、そして子どもたちが友達と育む大切な大切な時間と場所、そしてお父さんお母さんも働きながらでも子育てをしていく苦悩の中で、お母さんお父さんたちの居場所は実は家だけではなかったと多くの方が実感されたかと思います。人の痛みが分かる政治家が本当に足りない。現場目線で選挙に行く時だけ顔を出す、そんな政治家はもういらないと私は思います。現場目線で寄り添い、人の痛みが分かる、本当の弱さが分かる人が心の強さを持っています。今こそ都政を変えていきましょう。斉藤理恵さん、私市井さやかは友人として、そして有志として、斉藤理恵さんを何としてでも都政へ押し上げたい。皆さん一票一票のこの大切な重み、ありがとうございます。バス停からありがとうございます。バス停から手を振っていただいております、ありがとうございます。斉藤理恵さん、人の痛みが本当に分かる方です。心の弱さも知っています。ですがその弱さを強さに変えて表に立てる人です。実行力があります。今この都政に足りないものは斉藤理恵さんです。皆さんどうかこの大切なあと8日間あります、この選挙期間中、どうか皆さんのお一人お一人の気持ちを斉藤理恵に託してほしい、お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。市井さやか、元モーニング娘。の市井さやかさんが斉藤理恵ママ友として、もう盟友として、そして同じ政治知恵を目指す者として応援の弁を取ってくれました。ありがとうございます。